お米にお肉のうまみが染み込んでる。わあ、この満足感はすごい。皆様こんにちは、イートキングコングです。土鍋で炊いた炊き込みご飯は絶品。前回こちらの動画でご紹介させていただきましたハリオの炊飯土鍋、こちらは手軽に美味しいご飯が炊ける炊飯土鍋なのですが、炊き込みご飯ももちろん美味しく炊けます。さらにこちらの蒸気孔分解できます。こんな感じ、すべて洗えるので汚れや臭いも気になりません。ということで今日は土鍋で釜飯を作ります。釜飯というと鶏釜飯が一般的ですが、今日は夏におすすめスペアリブを使った梅釜飯をご紹介します。それでは行きましょう。材料はこちらです。豚のスペアリブ、そして梅干しです。絹さや、椎茸、人参、その他調味料が入ります。まずは釜飯の合わせ調味料を作ってしまいます。今日は千枚2合のレシピになります。醤油、酒です。みりん、昆布茶が入ります。最後に砂糖です。これが釜飯の味付けになります。椎茸と人参をカットしておきます。人参はこんな感じです。椎茸は軸を外して、軸は細かく切ります。傘の部分は半分にカットしてスライスです。絹さやはさっと洗って筋だけ取っておきます。梅干しは種を外しておきます。土鍋にごま油入れます。加熱してスペアリブを炒めていきます。転がしながらお肉の全面に焼き色をつけていきます。お肉の色が変わったら椎茸と人参を入れます。
最初のごま油、さらにスペアリブから出た油、これが野菜全体的に馴染んだらお水入れます。多少お肉が鍋についてもこのお水で剥がすことができます。ここに最初に作った調味料を入れていきます。調味料を入れて1分ほど炊いたら火を止めます。ボウルとザルを用意して具と調味料の水分に分けます。今日のポイントはここです。炊き込みご飯で失敗しがちなのはお水の量だと思います。お水の量はお米2合に対して 400cc です。この 400cc の中に煮汁も入れます。つまり煮汁を含めて 400cc にする。これをしっかり測っておけば炊き込みご飯は失敗しません。ということでこれ具材です。水分測ります。調味料入れます。お水を加えて 400cc にします。美味しい炊き込みご飯のポイント2つ目、分けた水分はしっかりと冷やします。ご飯を炊くときって千枚したお米にお水を入れると思います。そしてぬくめていく。このまま熱いだしを入れてしまうとお米がふっくら炊けません。お水のようにこちらもしっかりと冷ましておきます。土鍋に千枚2合入れます。ここもしっかりと水分は切っておいてください。ここにお出汁とお水で 400cc にしたものを加えます。軽くお米をならします。具材をのせます。それでは炊飯していきます。ご飯を蒸らしている間に絹さやの処理をします。筋を取った絹さやです。耐熱容器に入れてお水を少し加えます。ふんわりラップをかけて電子レンジで加熱します。600ワットで30秒加熱しました。これで十分火が通ります。さっと洗って粗熱を取ったらカットしておきます。出来上がりました。開けてみます。これがパパの三つ星おうちご飯、スペアリブの梅釜飯です。つやつや、おいしそう。
それではいただきます。うわお米ふっくら、そしてお米にお肉のうまみが染み込んでる。もう一口いきます。うわ梅がいい。梅でめちゃくちゃさっぱりする。これは絶品。そしてお肉も美味しいんです。うん、うまい。で、すかさずお米を。うわぁこの満足感はすごい。食欲落ちがちな夏におすすめです。スタミナ満点。はい、ということで今日はハリオ蓋がガラスのご飯釜を使ってスペアリブの梅釜飯をご紹介させていただきました。コロンド鍋、炊き込みご飯も美味しくふっくら炊けるのでおすすめです。概要欄に商品リンクを貼っておくので気になる方は一度ご覧になってください。前回のこちらの動画も合わせてどうぞ。今日の動画が参考になりましたらぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。イートキングコングでした。バイバイ。うわめちゃくちゃ美味しい。今日はスペアリブで作りましたが、手に入らないときはスペアリブを豚バラ肉に変えても美味しく作れます。